アピサイ・イエレミアは、ツバルの政治家。2006年から2010年まで、同国の第11大首相を務めた。バイツプシマ選出の国会議員だが、政治的な地盤は持っていない。これは、政党というものが存在しないツバルでは珍しくない、ことである。2006年8月3日の総選挙で、マーティア・トワファ政権が敗北し、 8月14日に野党議員であったイエレミアが国会で次期首相に選任された。外務省も兼務。政権は一貫して中華民国との関係を重視し、2007年12月には同国を訪れ2国間の問題を協議した。2009年にデンマークのコペンハーゲンで開かれた第15回気候変動枠組条約定約国会議では海面上昇の急上を訴え、 高い注目を集めた。2010年の総選挙でも自らの選挙区で再選された。2007年12月6日、総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、福田康夫と2006年9月時点でのアピサイ、イエレミア内閣の閣僚名簿は以下の通り。2010年12月に、マーティアトワファ内閣の不信任決議案が可決され、ウィリー・テラビが、 次期首相に選出された。テラビの名優であったイエルミアは、外務、環境、貿易、労働、観光省として入閣した。2018年11月19日に63歳で、死去。ありがとうございます。